ちょっと手袋片っぽだけでいいや。いやでもね、こっちの方が暖かい。こっちの方が暖かい。さっきよりか全然暖かい。2、3度違うと全然違うわ、やっぱり。こっちの方が明るいよ。明るいじゃねえよ。暖かい。多分これ焦るためのドキュンコン。いいです。こたつから。あれ、車いなかった。人いなかった。絶対焦るでしょ。はい。はい、準備 OK。じゃあ2個目ですね。いやー、風があるよ、こっちの方が。ここ結構ラップ音するところなのよ。こんばんは、原さんいらっしゃいと思うね。寒い。風が寒い。はい、小島さんこんばんは。ちょっと待って、手袋していい？両方やっぱ。やっぱ両方しよう。寒いわ。よし、行くぞ。そう、温度が違う。向こうは風なかったけど、こっち風があるのよ。ここね、結構過去に何回か来て、こうラップ温度がすごいのよ。で、これ多分落ちてるんだよな。で、ここね、結構死んでる。本当に。リアルで。さあ。風が冷たい。本日2回目。2箇所目ですね。はい、風邪ひかないよね。うん。すぐなくすイヤホン。そう。そう、バイク、昔走ってたからね。あちさんこんばんはね。出来ました。1個目すごかったんですよ。後でよかったら録画でもね。今2個目、峠ですね。走り屋の霊が出ると言われてるとこですね。ここ走り屋の霊が出るところ。峠。うん、そう、ここね、結構ね、いわくがあるの。昔ね、バイクがよく走ってたのね。で、事故が多くて、死亡事故が多くて。はい、皆さんこんばんはね、いらっしゃい。で、過去にね、バケタンがすごい反応してたところ。てか、誰も当たってねえだろ、これ。草伸びきり。もう草刈りしてよ、ここ。うん。そういう峠ですね。何ピーピーって。えピーピーって言わなかった。なんか今言わなかった。ピーピーって誰もいないんだけど、なんか今ピーピーって何。今日バケツ持ってきてません。うん、まあ基本的に多分ね、持ってかないのが多いと思う。多分、うん、ペーパー出てるよ。何ピーピーって。今も言ったよ、ピーピーって。誰もいないぞ。見られてる、ブラックさん。やばいな。ゴミ捨ててますな。誰？鳥はいないよ。え、また行ったよ。何ここ。3回聞こえたんだけど、今度後ろだ。何ピーピーって。看板なんの看板。うわ、寒いな、ここ。風があると。なんだろうね、今ピーピーピーとか笛かよ。あ、車来たね。なんでしょうね、うん、さっきするよね。ピーピーって聞こえたよね。なんだろうね。ここもね、たまに通る人がやっぱ多いんでね、裏道としてね。ここが多分結構事故多かったんじゃないかな、昔。前回はっきり覚えた。
はっきり聞こえましたね、なんかピーピーって言ってたよね。3回ほどなんか聞こえた。いないよね。はい、岩根さんいらっしゃい。いや、約90分遅刻です。いや、ん、いや、発見、よかったよかった。この辺だろうな、ぶつけて死んじゃうのかな。確かこの辺にあったはずなんだけど、うん、見逃した。見通し、あ、見通しいいでしょ。そう、でも結構スピードですから曲がれきれない時もあるよね。でも減速帯入れてるからね、ここね。ここだっけね、カーブ。これぶつかってるね、これもね。こう曲がってるの、ガーデン曲がってるね。ガードル曲がってるね。いや、娘、ここですよ、ここ。なぜかここに置いてある馬頭観音。あ、なんかほら、しかもこれ、あれ刀で切られてね、飛ばすよ。聞こえた？ほら、これ親子、親子ってか多分夫婦なのかな。思い出したでしょ、ここ。わね、刀で切られてる。あ、分かったでしょ、ここ結構やばいんで、バケタンが赤くなったところ。ちなみに、ね、通知は？あ、黄色だな、黄色。900とか800だね。結構高いね。高い。思いっきり刀で切られてるよね。そう、バケダンここね、思い出したでしょ。あの昔、あれセンサー入れちゃったよ。届かないな、ここじゃ。思い出したでしょ、ここ。刀でスパッていって、ほら、書いてあるじゃん。ここにほら、夫婦なのかな？なんだっけ、これなんて書いてあったんだっけ。なんか書いてあるんだよな。見にくいからわかんねえけど。古いんだよね。ほら、なんか書いてあるじゃん。なんだこれ。村？なんとか村？死って書いてあるかな。刀で切られた後。そう、赤く、すごい赤く連発に連射になったところ。誤縁があるよ、誤縁。誤縁。でこの辺りにあったのを多分木でコンクリートでやったんだろうね。そう、赤連続したとこなの、ここ昔、過去にね。おおお、ここちょっと見えた、落としたぞ今。ここね、あ、ピントが合わね。バサンって数値的に何かあるんだよね。来た来た、車来た。動物、今のは動物。あれ来たか、バイクだ、バイク。古いよね、これ何なんだろう。なんとかおばさんだったっけな。馬頭観音ではないのかな。両方とも切られてんだよね、これ何気に。ほら、スカッて切れちゃうもんなのかな、刀って。うん、あ、焼き魚ね、了解です。お疲れ様ですね。
あ、今日からかな。うん、同窓人なのかなこれ。何なんだろうね。なんか書いてあるんだよね、でもね。うん、古いね。あ、今日からね。はい、お疲れ様です。うん、仏様じゃなさそうなんだけどね。これほら、二人いるってことは多分夫婦でしょ、これ多分。肩の威力すごいよね、両方切られてるの。なんだろうね、ここね。で、峠。多分ね、この昔、当時、多分ここ結構スピード出してて、曲がりきれないでぶつかっちゃった感じですよね。はい、いいえ、どうもね、頑張ってくださいね。ね。あ、長野に多いんだ、ばあちゃんさん。ね。それで不思議にこう、積もったんでね。なん、試し切りじゃないの、多分。試し切り、武士が。試し切りしたんじゃないの、多分。多分ね。昔のことだから分かんないよね。まあ多分江戸時代だから。でもなんかこれ見るとなんか夫婦っぽいんだよね、なんかね。うん。あ、初見。赤連続ってね、あの、バケタンってあるんですよ。お化け探知機って。昔ね、行った時に、それがね、赤色になるとお化けがいるっていうやつなんですけども、音的にね。それが連続したとこなんですよ。で、ここで結構ね、昔、バイクの走り屋がね、こう、よく事故って死んでるって言われててね、結構その、夜な夜な首なしライダーがね、よくあるじゃないですか、首なしライダーを目撃したとかね、そういうのが多いらしいです。そういう場所らしいんですね、ここね。で、結構ね、ここやっぱ死亡事故、僕もね、白バイに一回止められたことあるの、これ。スピード違反で切られてね、昔、過去に。その時に、この間も、あの、ここであのバイクの人が死んじゃってるんでって言われたんですよ。まあ、切れなくなっちゃうよね、普通は。ね。でもほら、いい刀だったら切れちゃうんだよ、トゲパパと。なんかあるのかね、ここはね。こう呼ばれちゃうのかね。お、落とした、今。ガーデル落としたよ。で、落とした。ガンって。聞こえた？まあ、ちょっと聞こえなかったかな、今ちっちゃかったから。落とした、今。ガードレールが。嘘でしょ？ガン。前もした、ガードレール。ほうって落としません？ほう、ほう。ほうはね、多分、なんだっけ、か、かも。かな。切れ味。おお、何？落としてる、落としてる。だけど。え？何？なんだよ。どうもです。はい、赤さんこんばんはね。なんかそこら中落とすんだけど。うお、飯ってる、飯飯飯。なに、風ねえぞ今。来てる来てる。うん。あ、ほんと。車来やがった。なんだよ。はい、こんばんは。SB さん、こんばんはね。いらっしゃい。昨日お疲れ様ね。今日は生ライブです。音なしさ。なんかね、飯飯飯ってガードレールからしてて。やばいと思う、多分。なんか、ここね、昔からそういう噂があったからね。ここね、結構出るよって。夜通ると怖いよ。お化け出るよとか。そういうとこらしいです。雰囲気やばいよね。昔はもっと雰囲気あったんだよ。あんな LED じゃなかったから。うん。そう、事故現場、ここね、柱が結構死んでた。ここで。ここだけでも結構死んでんじゃない？この辺りだけで。ここ長いんだけど。うん。これはね、神奈川県にある場所なんですけどね。結構多くなってた。結構そういうとこ神奈川県多いんですよ。一つは緑山峠って、まず一番有名なとこね。厚木にもあってね。で、あとここですよね。そう、結構昔ほらバイクのね、走り屋が多かった時に、事故で亡くなったとかね。うん、呼ばれて、緑山なんかすごかったよ。立て付けに本当に何人も亡くなったから、ね。それでもう閉鎖したんだもんね。
ラップ音かね。なんかあるのかな。おまた音、まあ、いきなり音やめてよ。もうかなり久しぶりだから、もう軽く半年は経ってんじゃない、半年ぐらいは経ってんじゃないかな。そう、神奈川結構多いよ。そう、矢別時も例が出ると有名なんだけど、電波がなくてね。そう、矢別はねできないんですよ。携帯すら繋がんないですから。そう、そういう場所なんですよ矢別って。で今ね、この間の台風でもう崩壊しちゃってて、今行けないみたいですよ。通行止めになっちゃった。田中さんこんばんはと思う。何メシメシ言ってるけど、動物？うん、ほんと大場女子公園はね、夜は入れないんですよ基本。昔ほら親子で無理心中が何回もあってね、夜は入れなくなってたんですね。夜は立ち入り禁止なんですね。だから行けないんですよ。そう、昼間とかね行ってるんですけど、夜は入れないから、ちょっとね。そう、今ねダメなの、入れないの。音鳴ってるよ。そうなんですよね。そう、有名なとこ入れないとこ多いんですよ。怖いよね。あ、戻ってきました、サイさんね。今度場所変えました。でもここも結構怖いとこです。だ、多分なんかあったんじゃないかな、これがね。今音鳴ってるんで、ガードレールとか、おそらくやってる人いそう。何を、うん、そっちの方向、名前見るとこんなところやんないでしょ。メシメシ言ってんね。いないよね。いますか。これね、じゃあちょっと向こう側行ってみましょうか。向こう側もね、バケタンが赤になったんですよ。また戻りますね。うん、あ、大丈夫。はい、近くにいるのかな。怖いね。あ、この辺りも結構ね、いろいろ怖いとこ多いんですよ。過去にほら女坂っていうとこもね怖いし。はい、虹パパさんこんばんは、いらっしゃい。どうもね、寒いです。風がこっちが強えな。うん、こんなところ住んですか。はい、ご機嫌ですねうん、 LID？ 何 LID って、 LED でしょ間違えたでしょ。そう、 LID って何、LED ね。これ LED ハロゲンだけどね。向こうは LED。そう、あげずさんすいません、スパチャ荒れてます。申し訳ないです。どうもね、いつも荒れてます。何故にこれバイクだと、これ水の入ったらやばいよな。そう。あそこ川がすげえな。間違えたね。不気味だよね。これでも昔に比べたらね、明るくなってる。昔僕が若い頃の時はもう全然暗かったもん、ここ。はい、こんばんは、ケインさんね、こんばんは。そうだね、あんまり長くはね、なかなかね。一番怖いのがいきなりガードレールが鳴るってのが怖いよね。不意打ちだからね。しかも俺は見て、これもう相当昔のガードレールだよ。これ錆びちゃってるもんね。この道路自体がもう古いもん。いやーね、ほんとすごい静かなの、車来ねえと。やっぱ鳴ってる、ピーピーって。朝こんばんは。抽選は昨日でした、サネブさん。昨日でした、終わっちゃいました。今言ったよね、あぶれ、俺今言ったでしょ、ピーピーって。今言わなかった？
やっぱここだよ、なんか言ってるよ。マジブラックさん聞こえたでしょ、ハシエさんこんばんは、でもピーピーってやっぱこ、うわ何言ってるじゃん、ピーピーってここだよ。はい、了解ですね、お疲れ様です。アマちゃんこんばんは、お疲れ様ですね。ピーピーって言ってたよ。もうコロナ禍だよ、なんか聞こえたでしょ今、ピーピーってほら、なに誰かいます、参拝置き場仕事してないよやってないでしょ。なったよね。あ、小園さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まだ言った今、何ここ、声が言ってる、何何ちょっとマジ、ちょっと何この PP はちょっとマジやばいんだけど、笑っちゃってるよ、反応してないでよ。セコムの音、セコム俺入ってるけどこんな音しないよ、ピーピーってもっとうるさいよ、なったら言ってる何何ここは何、怖すぎだよね、何ピーピーばっか言ってないで、なんか言ってよ、また言ってるし、ビビって、何これ、何ピーピーしか言えねえのかおめえは警告なのか、マジまた言ってるよ、また言うよ、そろそろ返事したでしょ、ピーマお前はピーピーしか言えねえのか、ピーピーおつない、参拝だからね、落としてなかった今、あれ今落としてなかった、この参拝の中もね結構ね、だからあれ車とかのがあるじゃん、亡くなったとかあるじゃん、そういうのもあるんじゃない、解体でしょ、おそらく参拝とかで、でここの中で結構出るって噂もあるのよ、これ言ってる、だからそれのあれじゃないの、浮遊霊がいるんじゃない、この中に言ってるよね、ピーピー、何今何、ルルルルルルって何何なんか言ってる、ルルルルルルってなったよ今度、ピーピーの次にルルルルルルって、うん、長渕ファンじゃないです、スターウォーズですね、ふわーってこういう感じで、うん、こうやってフォースを、うん、なんか言ってんだけど、ちょっと高速聞こえた、って今聞こえた、フロフロ言ってる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 言ったでしょ今、 いるよこれ、これいるよ、フロ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 ってお前インディアンか、聞こえたでしょ今、フロ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 ピーピーフロフロフロ、うん、言ってるよ、なんかあるな、この中聞こえる、なんかいるのかもね今、だってこういったよ
ピーって。やっぱなんかここいるだろう、お化け。なんかいるな。なんかあるよ、これ。ここなんかいるよ、絶対。地味にいるな。そう、インディアンとピーピーがいるんだよ。ね、離れた方がいい？言ってるもん。なんかあるよね、こう。ほら、言った。ピーって。だって無人なんだよ。音なんか鳴るわけないんだよ。動物にしてはおかしいじゃん。わかんない、ピンピーって誰だろう。もうなんかあるんじゃない？前もあの中でガーンって音なんか鳴ってて誰がいんのかなと思って誰もいなかった。この中会社が多分夜になると出るんじゃない？多分。ほら言ってる。ピーピーって。そう、ラップなんじゃない？ラップ音じゃない？ピーピーって。そう、ピーピー教材かな。この中で言ってるよね、確かに。何かがあるね。ピーピー来るでしょ？多分また言うよ。ほら、言った。でも、ロロロロロロっていうのが聞こえなくなったな。人がいるな。うん。なんだろうね。なんかいるのかな。虫でも動物でもいんの？聞こえた？今。何？何？ずっと言ってるけど。いや、今この辺で言ってるよ、トロロロロロって。ピーピーってのモンチッチ歩いてないと思う。なんか言ってるでしょ。気になるよね。今こっち側で言ってたよ、トロロ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 ロっていうのは。ピーピーは多分中だと思うけど、聞こえたでしょ。やばいな。これ PP が気になるけどね。ロロ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 ってのこれ言ってる。何ここ、ここなんか言ってるね。あれだろ、待ってる。さっきの遠く出たバイクだよね。ピーピーとロロロロロロロっていうのがね、いるのかな。これ前言ってるよ。気になるんだよ、ここね。セキュリティは音なんないから、あのね、セキュリティみんな入ったことないと思うけど、解除されちゃうと、開けられちゃうと、泥棒が入りました、泥棒が入りましたって言うの。そういう音じゃないから。あのピー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 ってもうやかましいから、本当に。特に引っかかり、触れちゃうと。うん。離れた方がいい？いるのかな？じゃあちょっとこっち行きますか。せっかくだからね。ちょっと気になったけど、なんだろう。何だったんだ前も。でも確かね、思い出したけど、ここの中で結構ラップ音してたんだ。何気にするんだ、ここなんか後ろで言ってる。フル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 。ピーピーピーって言ってる。
PP は何だろうね。わかんないな。いや僕ね、アルソックも入ったことあるかわかるけど、違う、こんなことしてね、もっとすごいうるさいよ、なると。で、ちなみにここセキュリティ入ってねえもん。ほら、入ったらシール貼られるからね。じゃないの、多分貿易関係かな。ほらね、セキュリティ入ってないの。ここだけガードレールが新しい。前も言ったけど、多分事故があってね、へし折れてんだよね、あそこがね。ほら、分かる、突っ込んだんだな。ここ新しいんですよ。何これ、何これ、すっげえ汚い。ほらね、これ多分ぶつかって死んでるかもしれないね。それでもまたぶつけてるからね、酔っ払いじゃねえかな、多分な。これ落ちたら最悪だよ、落ちたらやばいよ、結構痛いで、ズボッと入っちゃうもんね。言ってんね、新しいでしょ。そうだから多分ほら根元は大丈夫なんだけど、落ちそうになったんじゃないかな、壊して。押すなよ、やばいでしょ。そう、危ないよ、こう結構深いから、車が落ちたらそのままスパンと入っちゃうから、縦になるよね、縦になっちゃうね。なんかが見たいけど、なんか見れないんだよね。まあ、だからほら、参拝だよね、ほら、なんかね。なんかあるんだよね、ほら。ほら。言ってるよね、まだね。ピーピーって。ピーピー。あ、こんばんは、初見さんいらっしゃい、どうもね。なんか音が鳴ってるんですよね。ピーピーって。ピーピーって。結構怖そうなとこでしょ、ここ。ここね、昔バイクの事故が多くてね。柱の霊が出るという、なんか落としてるんだよね、ピーピーって。はい、皆さんこんばんは。まあなんかね、昔からよく言われるのは、よく夜は出るよって、言われるね。そう、会社の中から今日奥の方か、まあそういう鳥でもいいの、ピーピーっていう鳥、ピーピー鳥でも、ピーピーっていうのが、それ鳥だとすると、トロロロロロロロっていうのは何だったの？逆に。ね。自爆なのかな？まあ、あそこ結構死んでるんだよね。そこと多分、向こう側で死んでんだよね、あんな。これ、街灯なかったらめっちゃ暗いもんね、ここね。ピーピーって聞こえるもんね。これ言った、また。でもある感覚で言ってるよね。ちょっと言ったら何秒間隔で言ってるよね。霊います？マジ？ブラックさん。雰囲気怖いでしょ、ブラックね、ミルコさんね。また聞こえるでしょ？だから何か不思議なんだよね。だから僕はなんか怖くはないんだけど、ちょっとなんかなんだろうな。はい、以前の挨拶だけね、おやすみなさい。こんばんは。ここだから事故が多かったの、昔バイクのね。なんかね、感覚がそう、何回おきに言ってるよね、ピーピーってね。笛じゃないよ。聞こえない？ちょっと遠いからね、向こうの辺で言ってるんだけど、感覚的にはね、その20分に1回ぐらいの感覚、まあ15秒か20分に1回ぐらい。怖い。はい、お父さんこんばんは。今はね、少ないんじゃない？今はもう走ってないから。
でもね、この間僕何年前かな、15年前ぐらいかな、はつい最近死んじゃったそうですよ、バイクで。そんな感じかな。で、お前さんから聞いて、リアルで、ああいるんですか、昔多かったですよねって言ったら、昔もそうなんだけど、ここ本当バイクの事故多いんですよ、原因が分かんないんですって言ってた。何なんだろうね、住み着いてる魔のものが何かいるんでしょうね、悪霊が。ピーピー、なんか映ってないよね、カメラね。はい、皆さんこんばんは。そう、おまわりさんが直接聞いてるから、僕結構死亡事故多いから気をつけてくださいって。しかも高級のシルバーに言われたんだよ。だからもう確実でしょ、ここは。川もあるしね、あそこだよね、怖いよね。何かがあるんじゃないかな、多分ね。そのちょうどあそこのコーナーがほら見にくいでしょ、見てると思う。だからスピードオーバーするとぶつかって死んじゃうんだよね。結構飛ばしてると曲がりきれないと思う、多分。そこね、そこのコーナーがね、ゾクッとしました、三沢さんね。えなんかあるんでしょうね、多分ね。おそらくそこは多分結構死んでる。そう、昔はね、僕がね10代のところかな、の時はすごいね、走りバイクの走り多かったからね、その当時で結構死んでるの分かったよ。僕も見てるんでね。僕はたまたま運が良かっただけだった、うん。ちょうど僕はね、あれだよね、免許取って、車の免許取った頃ぐらいがすごかったんだ、本当に。死亡事故が。その当時バイクがね、NSR とかあるじゃん。あれがめちゃめちゃ速かったのね。あれ乗ってるやつ大体死んでたもんね。100万キロ出ちゃうから、リミッターカットするから。うん。見た、僕も走ってたからね。それで僕はじゃあもう 4輪にしようかなと思って。4輪だってやっぱ事故多いと死んじゃうしね。そう、鳥肌ですよね。まあ運もあるよ。だから自分の限界超えちゃうんで、バトルしてると。自分の限界超える前でやめとかないとも、やっぱり死んじゃうよね。だってあそこで走って速くなったって別に、なんか得するのって言ったら得しないよ。死んじゃったら終わりじゃん。そうでしょ。だったらサーキット行って有名になった方がいいんじゃない。そう、僕はね、その18の時に一回バイクでタクシーに入られてね、死にかけたこと一回あるんでね。あの時死んだかな。こんばんは、青木さんね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。どうもね。そう、 NSR 早かったからね。多分今こうやって見てるだけでも怖いんじゃない。僕はさっき止まってた。あれ、なんか今男の霊がいねえかと思って、多分連携するとね。じゃあ次ね、最後行きますか。じゃあね、お疲れ様でした。峠でした。